作品に求める絵をこちらから作りに行けるのが楽しいですね。リモートカメラのイメージが覆りました。僕は企業 VP をはじめ、コマーシャルやイベント中継記録などを撮影しています。まあ、いつもシネマカメラや、突起やドローンなど使っているんですけども、正直言ってあえてリモートカメラを使うという選択肢はありませんでした。まあ、UE160 を使ってみてリモートカメラへのイメージが変わりました。リモートカメラはあらかじめプリセットを設定して決まった絵を撮る、もしくはその場で被写体を待って録画し続けるイメージを持っていました。UE160 を使用してみてまず驚いたのが、動きの良さ、操作性の良さです。じんわりとした寄りや柔らかい動き出しを、再現することができて、ズームアップした時に、繊細な動きができますし、フォーカスやアイリスの調整を含めて思い通りに操作ができるので、イメージ通りの映像を撮ることができます。特に動き出しは難しいんですけど、カクッとする感じはありませんでしたね。それとカメラを振った時のスピードを設定できるので、止めとかもスムーズに、柔らかく止まる、決めたいポジションでスッと止まることができるんで、狙った画角で抑えることができます。リモートカメラを、操作してて、ミスした感覚があっても、機材の方で、助けてもらえるような感覚があって、まあ、心強いなっていうふうに思いました。UE160 の色味は、薄めで調整幅があり、映画のような質感を求められる場合も増えてきているので、編集のことを考えた撮影ができるのは魅力だと思います。普段使用しているカメラと併用しても問題なく使用できると思います。設定時のメニュー画面も、今までのリモートカメラとは違うものでした。どちらかというと、今までは最低限のメニューしかないようなイメージだったんですけど、UE160 は、普段使っているメニュー構成に近く、活用の幅は広い印象です。多少複雑な部分もありますが、慣れたら問題なく使用できると思います。UE160 は、カメラ部分が筒形になっているので、向いている方向が一目でわかります。背面にもタリーランプがついていて、複数台を制御するときにも使いやすいです。LANケーブルをつなぐだけで電源とリモートの接続ができるので、シンプルになるのは嬉しいです。UE160 は、端子が多く、互換性が高いので、撮影や収録、ライブ配信なども同時に行えるので、用途の幅はかなり広いと思います。UE160 はカメラの動きなどを事前にセットできるので、今回は一人のカメラマンに4台ものカメラを同時に回してもらうことができました。人数制限があったり予算が少ない現場ではすごく重宝されると思います。 UE160 は画質がいいのでリモートカメラのイメージが覆りました。俯瞰のような絵を撮りたいときにクレーンや高いところに設置が必要になるんですけど、ただ重量のあるシネマカメラを三脚で載せるのはどうしても不安定でリスクもあったし、クレーンを操作するのはスタッフの労力やコストはかかっていました。 UE160 は小型で軽いので三脚や突起にも設置しやすいですし、かなり使い勝手がいいと思います。今回のインタビュー撮影で、カメラをレールに動かしながら撮影をしたんですけど、揺れ補正がしっかりしているので、安定した絵が撮れました。皆さん役者さんではないので、スタッフが大勢いると緊張してうまく話せない人がいらっしゃるんです。
でも UE160 を使うと最小人数で撮影できるので出演者へのプレッシャーを和らげることもできると思います。個人的にはスポーツの試合を真俯瞰で撮れたら面白いなと思います。今まで見たことがなかったような映像が撮れる可能性もあるんじゃないかなと思いました。